さあ、それでは始めていきましょうね。憲法10回目になります。えー、9回目のところで、えー、テキスト55ページのところですね。えーまあ、セクション1の生命重幸福追求権13条に入ってきたということになります。 今回は、この13条を受けて、新しい人権として、個別具体的にどういった人権が認められているのかという話をしていきたいと思いますが、改めてもう一回ですね、確認をしておくと、そもそもこの13条の条文になりますが、13条の条文ですが、 まあ前回条文のテキストで見たので今回はこのままテキストで55ページの条文を見ちゃいますが「全て国民は個人として尊重される」と「生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の上で最大の尊重を必要とする」ということです。で、まあ、取り上げるべきところはこの13条の講え生命自由及び幸福追求に対する国民の権利」ということで非常に 言葉としては幅の広い基本権についての話になっているわけですね。これがいわゆる包括的基本権というふうに言われるもので,で新しい人権って何ですかっていったら、まあ、そもそも憲法の個別の条文に挙がっている人権というものはその制定当初重要なものを例示列挙したに過ぎないんだと。したがってまあ現在はね個別の条文として日本国憲法に規定されてなくても まあその人の人格的生存に不可欠な権利自由というものを憲法で保障する必要があるよねと。で、まあ、この人の人格的生存に不可欠な権利自由を新しい人権というふうに言うんだけれども憲法で新しい人権を保障するというと当然それは憲法何条で保障するんですかという問題が出てきますよと。でじゃあその憲法何条でっていうところの条文をどこに求めるのかというと。 まあそういえば生命重要日幸福追求に対する国民の権利という包括的基本権があるじゃないここにだったら全部入るよねということでこの13条を根拠に保障していくという話になったわけですね。 これまでの勉強のところでも外国人の人権共有主体制のところで「指紋大夏を強制されない自由」なんていうものも新しい人権として13条その十三条を根拠にという話があったと思いますが今回はこの新しい人権としてじゃあさ、えー、まざ、あ、まなものが解釈としてはね考えられるんだけれども判例としてどういったものが13条によって保障されるという話をしていったのか。 そういったことについての話をしていきたいというふうに思います。というわけで、まあ、テキストは56ページ57ページと進んでねでこの57ページのところのまずは1つ目資格3番プライバシー権ですねこれについての話をしていきたいというふうに思います。でプライバシーというと何を思い浮かべますかっていったら その自分のプライバシーを侵害されないとかまあその私生活とかそういったもののね秘密みたいなものをイメージするかなというふうに思います。もともとやはりこのプライバシーというところですけれども私生活を暴露されないというところから考えられてきたと。57ページ四角三番読んでみると「プライバシーの権利はもともと19世紀末のアメリカにおいて大衆史による著名人の私生活の暴露が問題となり 放っっててておいももらうう権利として主張されるようになったものであると我が国の判例では宴の後事件において私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利という意味でのプライバシーが権利として認められたということです。で、まあ、この、うんまあ、時代とかもともとの発端というところを考えてみると、まあ、それこそ大衆史によって私生活が暴露されないということになると。 これは、えーまあ、憲法というよりかは、えー、要はその人と、えーまあ、マスコミという形で、まあ、その私人間の問題なのでもともとはやっぱりその民法の、えーまあ、不法行為ってね将来勉強しますけれどもその不法行為上の権利として、えー、理解されてきたものなんですが、まあ、やっぱりそれは、えー、民法のね、えー、権利にとどまらないでしょうとやっぱりこれは、えー、もっとこう上の高次元の話でしょうということで。 ま憲法上保障される人権なんじゃないかというふうに考えられてきたということになります。で、まあさらにということですが、このプライバシーという言葉は、えー、まあ、意味が追加されていくような感じになるんですね、えー。次の段落いくと、最も現代社会においては情報国家の下で行政機関に個人情報が収集し集中し。 また私企業においてもさまざまな顧客のデータ収集を収集蓄積することが容易になったとその個人情報なんていうのを見るとね個人情報保護法とかそういったものもイメージすると思うけどもでこのような状況の中で事故の情報に関する危機感が生じ事故に関する情報を自分自身でコントロールできることが保障されなければならないと主張されるようになったプライバ情報プライバシー権と。 このように現代においてはプライバシー権を情報のコントロールという側面から捉え直し、この続きマークしましょうかね。プライバシー権は事故に関する情報をコントロールする権利であると解されているということですね。この観点からまあいわゆる個人情報保護法も制定されていくということになるわけです。というわけでまあ何が書かれていたのかって言ったら、本来的には出発点としては私生活を暴露されないという意味だったかもしれないけども、 それがこう何だろうあ内容として追加されてきてもっとその自分の情報なんだから自分でコントロールするという意味合いになってきているのが現代のプライバシー権というふうに言われるものだよということになります。でこのプライバシーに関係するような判例というものもいくつかあってまずはそうですね次のページ行って58ページ、まあ、古い判例としては 全科紹介事件と言われるものがありますということです。で、まあこの全科紹介事件はあの事案としてはまあ実はその憲法十三条というものにストレートに触れる事案ではないんですが、まあただやはりねこのプライバシー権を勉強するときには見ていくようなねそういう判例なのかなというふうには思います。事案です。自動車教習所の教官 X が解雇され。 この解雇が有効かかどうか争われていたとそこで自動車教習所側の弁護士が所属する京都弁護士会を開始中央労働委員会京都地方裁判所に提出するため必要だとして弁護士法の規定に基づいて、まあ、X の前科や犯罪歴について京都市伏見区役所に紹介したとで同区役所はこれを同市中京区役所に開封し この結果京都市中玉区役所が京都弁護士会に対し X には道路交通法違反11番業務上過失傷害1番防護1番の善科がある旨の回答を行ったということですえ争点結論マークしましょうえ区長が弁護士会の紹介に応じ犯罪の種類傾聴問わず善科などを報告することは公権力の違法な行使に当たるかと、うん、まあ国家賠償ということになると公権力の違法な行使に当たるかというのが問題だと で結論としてはこれは当たるとね争点結論マークしますね当たるという判断をしていくということになりますさあで判死に関してなんですがまあこれも条文のテキストに掲載をしているので条文のテキストで見ていくと条文のテキストだと30ページですね30ページのところで30ページの一番下の黒星印の判例ですね全科紹介事件ということですが まず最初のアンダーラインでこう言うと前科等のあるものもこれをりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとまずはこの前科っていうのはりに公開されないという法律上の保護に値する利益というものは考えられますというふうに言うとでその上で次のアンダーラインですが市区長村長が万全と弁護士会の紹介に応じ 犯罪の種類・形状を問わず前科等のすべてを報告することは公権力の違法な行使にあたるとということですでこの判例で注意しておいてほしいことっていうのは何かというとあのその前科の紹介に応じたことがあの直ちに違法と言ったんではなくてこの事例は、まあ、まさにこの今のアンダーラインのね2つ目のところだけどもその犯罪の種類・形状を問わず まあ、万全ととてを報告したことが違法だという,ふうに言ってるわけですねだからあの単純にその報告したこと自体公開したこと自体が、まあ、違法といったんではなくて漫然と全てを報告するというのはやっぱりこれは違うでしょうという判断をしていったというそこに、えー、なんだろうな気をつけておいてくれればなというふうに思います。 さあ、えー、一つ目の判例、こんな感じということになります。まあ、ただこれはね、さっきも言った通り、まあ、直接、その13条自体には、実は触れている判例ではないんですが、えー、では次行きましょうかね。えー、一旦、語学テキストに戻って、えー、語学テキストの下の判例ですね、58ページのね、えー、重機ネット訴訟というふうに言われるものです。重機ネットっていうのは、今のマイナンバーの仕組みというものも、この重機ネット、えー、まあ、重ネットいうものをベースにね、使われておりますから、まあ、当然、その、 今もって運用されているシステムであるということになりますが、えー、事案です。行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集管理または利用することは憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものであるとして人格権に基づく妨害排除請求として住民基本台帳から住民票コードの削除を求めたということですね。 というわけで、まあ、自分の知らないところで勝手に情報をいじられてるじゃないのということで、えー、削除を求めたということになります。と、えー、争点結論はマークしましょうね。住民が同意していないにもかかわらず住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が当該住民の本人確認情報を収集管理または利用する行為は憲法13条に違反しないか、うん、結論は違反しないというふうに言ってます。 ま,あこれはまず結論自体はそんなにこうてうんだろうな悩まずにまあまあそうだよねというふうに思ってほしいところなんですね。というのも先ほども言った通りに今のマイナンバーのシステムだって結局この重機ネットのシステムというもののベースの上にあるわけですからもしね最高裁が重機ネットっていうものが憲法違反なんですっていうふうに言ったら今のシステムってないはずですよということになるわけですね。 とすると、現状あるってことは、まあ、それはやっぱり憲法違反という判断はされないんだろうなと。そういったところは感覚的に、やっぱりこう、読み取ってほしいというふうには思います。で、まあ、その上で、まあ、結論としてはもう、合憲ありきなんだろうなっていうような事件ではあるんだけれども、じゃあ、どんな話をしてたんですかということだけども、これに関しては、そうね、えっのテキストでえ31ページ。 条文的その31ページの一番下の判例一番下の判例ですで一番下の判例でこう入れてますよということですまずは最初に何を言うか最初のアンダーライン「個人の私生活上の自由の一つとして」あの結構ね「憲法13条で保障されるものです」っていう表現をするときによく使うフレーズがこの「 個人の私生活上の自由の一つとして何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有するまさに情報プライバシーですよね。ということを憲法13条で保障されますということをきちんと言うと。 で、えー、じゃあ、えー、この重機ネットのシステムっていうのは、えー、ね、その住民の同意のないところで稼働しているものなんだから、えー、果たして、えー、憲法違反なんですかって言ったら、まあ、さっきも言った通りも、これは憲法違反のはずがないんだけども、まあ、何を言うんですかって言ったら、うんうんえーとね、次のページにまあアンダーラインがあって、そこに4情報っていう言葉が上がってるんだけども、これ、その銃器ネットに載っている情報の種類なんですね。で、具体的に言うと、4情報の内容っていうのは、 まあその条文的その31ページの一番下の行ここを見てほしいと思います一番下の行の1個前の行のお尻ぐらいから見ていこうかな「本人確認情報は」っていうところから見ていくとねえ本人確認情報っていうのはこれ十居ネットに掲載されている情報なんだけれどもまず氏名生年月日性別および住所からなる4情報 これ基本4情報というふうに言われるものですでこれにプラスで住民票コードおよび変更情報を加えたものにすぎないというふうに言っていますちなみにこれ事件当時は従って基本4情報プラス住民票コードそれから変更情報ということで全六情報だったんですが現在はこれにもう一つ皆さんご存知のマイナンバー個人番号というものも入ってきているということになっています また増えてはいるんだけど、ね、でまあただまず最初の4情報の話「氏名生年月日性別住所」というこういう4情報なんだけどもこの基本4情報に関しては、えー、何を言うんですかっていうと32ページ行ってねで32ページ行って、えー、アンダーラインだけ拾っていくとまず4情報は個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とは言えないというふうに言います。のこのの基本4情報っていうのは、うん そそれこそ皆さんもおそらく多くの人が一度は自分のを見たことがあるであろう住民票、まあ、正確に言うとあれは住民票の写しと言うんですけどね原本は役所にあるから「え写し」という言葉は、えー、これはコピーという意味なの、まあコピーという理解をしておいてくればいいのであの皆さんがもらってくる証明書っていうのはあくまでも住民票の原本の写しコピーをもらってくるというイメージを持ってください。だから あの実際に、ね、将来的にね自分でこういろんな許認可に関係してえ添付書類を集めなきゃいけないよっていう時に住民票の写しっていうふうに書いた時に住民票の写しが必要だっていって取ってきた住民票のコピーを出すっていうのはこれはありですかさこれなしなんでねつまり何が言いたいのかさ「住民票の写しが必要です」っていうのは取ってきたいわゆる社会感覚でいう住民票っていうもの自体が住民票の写しだから。 それを毎回コピー取るっていうのは、まあ、言ってみればその住民票の写しの写しになっちゃうのであのこれ原本じゃないですよねっていうふうに言われちゃいますからあの当然ダメなんだけどもでまずこういうちょっと話は横道にそいちゃったけどねその住民票の,その写しをイメージしてもらえれば、まあ、住民票の写しっても,もちろんその省略できるものっていうものもいくつかあるんだけれどもここに上がってる基本用情報っていうのはあの省略できる類のものじゃない。 氏名生年月日性別住所というのはね省略できる類のものじゃないわけ。だということはまあ言ってみれば住民票の写し取ればまあ誰でもって言ったらあれだけどもねあの、まあ、見れる情報なのでそこまでやっぱり秘匿性の高い情報とは言えないでしょうということなんですね。まず基本4情報に関してはまあそもそも内面の問題でもないし えまあその住民票の写しに当たり前に掲載される情報であるということからそこまで秘匿性の高い情報とは言えないよね。で、えー、まあさらにということですけれども住民票コードとか次の案だらえり、ー、ねあ,あるいは変更情報も含むんだけども、まあ、これも同じように、まあ、そこまで秘匿性の高いものとは言えないよねということです。というわけで、まあえー、結果的にね住基、えー、ネット訴訟においてはまあ あの重機ネットに掲載されている4情報ってそんなに秘匿性の本人確認情報というのはまあそこまで秘匿性の高い情報でもないしあとはまた実際にその重機ネットのセキュリティっというものが実際にえリスクにさらされたというところがそのリスクというものは具体化されているのかとやっぱり具体化されている状態でもないと。というわけでえ結果的には合憲ですよという判断をしていくということになります。 だからまあこの判例に関してはもうどっちかっていうとやっぱりもうそれは違憲とするわけにいかないからって合憲だよなっていうふうに頭の中でやっぱり考えてねで合憲と導くためにどういう手法を取ったのかなっていうところでまあそこまで秘匿性の高い情報じゃないとかそういったことが理由になったんだなっていうふうに考えておけばいいよということですね。 でえー、それから、えー、続いてなんですけれども、一、うん、回語学テキスト戻る。59ページのマイナンバー利用の差し止め訴訟に関して、これはね、多分条文テキスト掲載してなくていいかな。えー、ので、えー、ちょっと語学テキストの方で見ていくけれども、えー、事案ですね。えー、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、括弧以下番号利用法というと、この番号利用法っていうのは、 マイナンバー法というふうに一般的によく言われるものなんですね。あの社会ではマイナンバー法というフレーズで呼ばれるけども。学問の世界では、この番号利用法とか。あるいは番号法というふうに言うのが、まあ学問の世界では有名、あの一般的な略し方になります。というわけで、まあマイナンバー法とを控えても構わないけども、その番号利用法、マイナンバー法により。 個人番号を不番された者が行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が番号利用法に基づき特定個人情報過去個人番号のその内容に含む個人情報の収集、保管利用または提供する行為は憲法13条の保障するプライバシー権を違法に侵害するものであると主張してプライバシー権に基づく妨害,害予防請求または妨害排除請求として 個人番号マイナンバーのことねの利用提供等の差し止め及び保存されている個人番号の削除、ねえー、国家賠償を求めたということです。でこれも重機ネット訴訟と、まあ、間隔は一緒、ね、もし、えー、これがね本当にその個人番号っていうものがあの削除しますとか、えー、損害賠償として国家賠償を認めますっていうことになったら今のマイナンバーのシステムって最高裁が ダメだっつったものを、うん、実際に今のマイナンバーのシステムが通用するはずがないんであってまあそういった意味ではこの事案を見てまあねあの訴えてはみたけどやっぱりこの訴えは認めらんないだろうなという感覚ではいてほしいところかなというふうには思うんですね。でまあ争点結論はマークしましょうね。えー、行行政政機関地方公共団体その他のの他事務を処理するものが番号利用法に基づき 特定個人情報を収集・保管・利用または提供する行為が憲法十三条の保障するプライバシー権を違法に侵害するか、まあ結論マークね、憲法十三条の保障するプライバシー権を違法に侵害するものではないというふうに言います。で、まあこれに関してもまあ判示入れてあるんだけども、まあ全部読めなくていいかなと思うんですが、判紙のえ段落でいくとね、段落で言うと判紙の一二三四五段落目の これらの書店をこられの書店を総合すると番号利用法に基づく特定個人情報の利用提供等に関して法制度上またはシステム技術上の不備がありそのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して ちょょっとこの続きをマークしましまうかね第三者に開示または公表される具体的な危険が生じているということもできないとしたがって上記行為は結論をマークしましょうね憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を侵害するものではないと、まあ、こういう判断をするということですね、えー、もちろん情報コントロールですからプライバシー権として保障されるものではあるんだけれども まあ、住民基本台帳ネットワークシステムとかマイナンバーのシステムというものが憲法違反といじゃ言えるかといったら、まあ、それは言えないという判断がされていくということになりますよね、まあ、2つの判例を同じように理解しておくといいんじゃないかなと思いますさあそれから、えー、続いていってみましょうかね、えー、語学テキスト60ページですね語学テキスト60ページ行って、えー、早稲田大学講演会名簿提出事件というところですね 判事事項です大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名住所等の情報は法的保護の対象になるかまに大学がその主催する講演会に参加を申し込んだ学生の氏名住所等の情報を警察に開示した行為が不法行為を構成するとされた事例ということでこの事案ですけれどもこの判事事項から事件自体は何となくイメージしてほしいんですが。 まあ大学って当然早稲田大学なんだけれども、えー、早稲田大学において、まあ、行われることになった、まあ、ある講演会ですねでその講演会これちょっとまあ、うん、一旦上文のテキスト見てあれじゃここから上文のテキスト見てみるんですか上文のテキストの、ね、31ページで31ページに行って上、えー、文のテキストの31ページの真ん中あたりに書いてあるのこの「早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件」。 こっちは誰の講演会なのかっていうのがもう事件名からして書いてあるわけだね。えー、というわけで、まあ、中国の江沢民さんの、ね、講演会が開催されると。で、えー、そこで、えー、この講演会のまあ聴講希望者の人たち、まあ、要は参加申し込みがあってねで、えーまあ、名簿が作られてたわけですね。でその講演会参加者のリストというものが作られてたんだけどもこれを結局大学側が。 参加者に無断で警察に情報提供しちゃうわけですで、まあ、警察からしてみれば、まあ、それは何のためですかっていったら一応表向きはいわゆる要人警護のためですと要人警護のために使うものなんだということだったんだけれどもこれってやっぱりあの自分の知らないところで自分がこの講演会に出席するっていうことを。 まあ結局ね個人が特定できるような情報を含めて警察に回避されてしまうのでこれって許されるんですかというのは問題になったわけですね。で結論から言うと、まあ、先ほどの判事事項の二番に書いてあったけども不法行為を構成するということであのこれはやっぱり大学側が行った行為は、まあ、不法行為に該当するという判断がなされたということになります。 さあではちょっとね、えー、ここの31ページ条文キスその31ページのアンダーライン見ていきますが、えー、学籍番号氏名住所電話番号、まあ、これは参加者の名簿に書いてあるやつねはで次のアンダーライン秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないかと。というわけでまず一旦はその秘匿性という意味では、まあ、そこまで高いものではないというふうに言います。 で高いものではないというがその後が」ということで転換していくわけですね。で、えーまあ、次のアンダーライン「本件個人情報はプライバシーにかかる情報として法的保護の対象となるとまずこういうふうに言います。まあ、やっぱり秘匿性が高いものとは言えなかったとしてもやっぱりそれはあの自分の知らないところで見せられることをよしとするかといったら、まあ、普通はやっぱり嫌でしょうと。 なのでこれに関してはやっぱりプライバシーにかかる情報としてまず法的保護の対象になる情報だというふうに言います。でしかも今回行った大学側の行為なんですけれども次のアンダーラインですね本人に承諾を求めることは容易であったにもかかわらず適切な本人同意の手続きを経ないで無断で警察に個人情報を提供したことはプライバシーを侵害する不法行為にあたるという判断をしていたということになります。 というわけで、まあ、大学側が、まあ、ここに上がっている通りにですね、ちゃんとした適切な手続きも取らずに、もう言われるがままという形で名簿を出していくっていうことは、やっぱりこれは不法行為に該当するよね、という判断をしていくということになります。さあ、というわけでね、ここまでにしておきますね。で、それからまた一旦合格的に戻るかね。 語学テキストに戻って、次の事案が、石に泳ぐ魚事件というところで、まあ、これは、まあ、ある小説が問題になったんですけれども、まあ、小説内で、まあ、その名誉プライバシーとかそういったものが侵害されているということで、出版の差し止めを求められたという事案です。事案 Y、作家、非常に有名な作家さんですが、被告出版社の発行する雑誌に掲載された小説のモデルとされた X が、 本件小説の規律によって名誉プライバシーおよび名誉感情が侵害されたとして Y および出版社に不法行為に基づく慰謝料の請求謝罪広告本件小説の修正版の出版差し止め等を求めたと、えー、争点結論をマークしましょうね「モデル小説において名誉プライバシーを侵害された場合出版差し止め認められるか」まあ、結論は当然認められるというわけではないんだけれども、まあ、やっぱりこれ表現の自由とね ま、名誉権、プライバシー権が対立する場面なので、ええー、まあ、お互いにこう、やっぱりそれは、ええ、我慢しなきゃいけないところがあるから、あの、当たり前にその表現の自由が、ええー、あの、なんだろうな、交代するというわけじゃないので、まあ、結論としては、ま、弧を入れてあるとおり、まあ、一定の要件を満たせばという形だけども、一応認められるという判断をしていくということになります。で、まあ、一定の要件を満たせば認められますということなんだけれども、まあ、これに関しては、 うん、ここまでで十分かなと思いますで一応まああの条文テキストにも掲載はしています掲載はしていてちょっと先になって21条の方になってくるんだけどもう72ページ、まあ、条文の一応さ,さっとだけ見ておきます、ねえー、条文72ページですね条文テキストの72ページのところの真ん中に「まあ、石に泳ぐ魚事件」というのを入れていてね でまあ、もう本当にこれも結論だけアンダーラインにしてますよね、えー、人格権としての名誉権等に基づく X の請求を任用した判断に違法はないということでね、まあ、まさにその、まあ、実際にここはね、えー、その請求任用ということで、えーまあ、モデルの人の原告側の人の主張を認めたんだけども、まあ、それ違法ではないですと最高裁の方でも判断をしたということになりますさあこれぐらいでいいかというふうに思います で、えー、また、えー、じゃあ語学テキストに戻りましょうかね。61ページですね。もう一個プライバシー関係のやつがあって、61ページの上段に上がっている判例ですね。長良川事件報道訴訟というふうに言われるものです。事、えー、案です。事件当時18歳の刑事被告人であった X は、Y が発行した週刊誌に掲載された記事により、 名誉を毀損されプライバシーを侵害されたとして Y に対し不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟を提起したと。でまあ一旦争点結論はマーク賞から、えー、一旦争点結論マークしますかね少年法61条が禁止しているいわゆるスイッチ報道にあたるか否かの判断基準はどのようなものか、えー、結論その記事等により不特定多数の一般人がそのものを当該事件の本人であると推イすることができるかどうかを基準にして判断すべきであると。 ただこれはちょっと争点結論を見ても何のこっちゃって感じがすると思うので、ちょっとこの事件に関しては少しお話をしていきたいと思います。事案としては、まず改めて見てみると、まあ、要はその少年事件ですね。で、えー、少年事件を起こしたんですが、えー、その起こした、えーまあ、被告人の、うんまあ、言ってみれば記事を、うんまあ、週刊誌で掲載することになるわけですね。 でえーまあ、この週刊誌もいまだに有名なし週刊誌ではあるんですけどねなんとか法とかいうふうに言われるような感じの週刊誌ではあるんだけどもで、えー、まあそこで書かれていた記事内容というものが、まあえーまあ、この少年の名誉それからプライバシーというものを侵害するものであるというところで、まあ、一つ問題になるわけです。で、えー、それが問題になるとともに、まあ、もう一つあの 少年事件ということで少年法によってスイチ報道とというものが禁止されていると、えー、つまりあの何が言いたいのかっていったら、まあ、その犯人の少年のことが分かるような、ねえー、記事というものは書けないことになっているんだけれどもそれはねあの要はその記事を見て犯人と特定できる犯人の少年が誰かという。 特定ができるまあそういう記事を書いちゃいけないと言ってもそのできるできないっていうのはまあ誰を基準に判断したらいいんですかっていうのも一つ問題になるわけですよ。何が言いたいのかというと結局あの記事を読んだときにあいつだって、えー、特定できるスイッチ報道はダメなわけでしょ。 ではそのあいつだって特定する人っていうのは果たして誰基準ででで見てていいいけばいいんすすかってことです、えー、つまり、えー、例えば、えー、その少年の、えー、地元にいて少年のことをよく知っている人であれば、ね、よく知っている人であればあ,のある意味そこに書かれている記事多少の情報を持ってあいつだっていうふうにやっぱり特定できる。 わけじゃないいですかかかりづらいかもしれない例えば、えー、例えばあのー、ね、うん、地元では狂犬と呼ばれとかさそんな感じのことを書いてあるたらその地元の人間の人が読んだら「あ狂犬といえばあいつだよな」みたいな感じで、ねえー、そんなイメージで簡単なすごくわかりやすく簡単な話をすると結局その少年のことを、えー、要は普段から知ってる周囲の人間が読めば 多少のそういったような情報ぐらいで、えー、ああいつだっていうふうに分かるわけじゃないですかまあまああいつだろうっていうふうにこう推測することはできるわけでしょでもこれが、えー、別にそういった少年の地元を離れた一般人の感覚で、ね、地元では狂犬と呼ばれっていうふうに言われたってそんな地元で狂犬と呼ばれたやつがどんなやつだかのって普通の、ね、離れた人間で言えば分かんないわけですからそうすると一般人基準であれば、まあ、それはスイッチできないわけじゃない。 つまり読む人によって誰が読むかによって書かれている情報から少年を特定できるかどうかっていうのは変わってくるので誰基準ででで判断すすすればいいんですかといんかうのも一つ問題になったわけですそれが実はこの語学テキストに載っている争点結論の部分なのねもう一回争点見てみます少年法61条が禁止しているいわゆる「推知報道」に当たるか否かの判断基準はどのようなものかとポイントになってくるのは「誰基準」っていうところがポイントになるわけです で結論ですその記事等によりここだよねだからね不特定多数の一般人だ地元の人間って特定された人間じゃなくて不特定多数の一般人を基準に判断するとね不特定多数の一般人がそのものを当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきと、まあ、こういうふうに言ったということになります、まあ、そういった意味ではあのスイッチ報道 に当たるかかどうかっていういものが、まあ、あの地元の特定の人間みたいな感じに言っちゃうともうちょっとしたことでも「水地報道」と言われるかもしれないけども不特定多数の一般人というふうに言ってあげることによってまあ、まあ、まあちょっとした情報では水地報道にはならないよねというような、まあ、そんなイメージを持っておくといいんじゃないかなというふうには思います。で、えー、まあ水地報道の話は今回のこの争点の結論だけでいいんだけども事案としてはね 結局、うそこに書かれていた記事によって何が侵害されたんですかって言ったら、まあ、名誉を毀損されプライバシーを侵害されっていうふうに上の事案に書かれてるわけですね。つまり今回はあの2つなんだと。1つが名誉権。で、もう1つがプライバシー権ですよというふうにわけね。で、えーまあ、そういうふうに2つですよっていうふうに言ってるので 最高裁は、えー、その名誉侵害名誉毀損あるいはそのプライバシー侵害と言えるかどうかっていうのをこの2つをねまとめて判断するんではなくてそれぞれ分けて論じるわけつまり、まあ、将来また21条で勉強するけれどもその表現の自由のい、まあ、わばその限界点制限点としてやっぱりこの名誉権との対立プライバシー権との対立をどう理解するかっていうのがあって それぞれに実はその名誉に対しては最高裁はこういうふうに解釈するとプライバシー侵害に対しては最高裁はこういうふうに解釈するっていうのがまあ大体確立されてきているので名誉プライバシーが両方問題になったというこの事案ではまとめて話をするんじゃなくてまずは名誉からチェックしますでそれからもう一つプライバシーをチェックしますみたいな感じで 判断をしていくということになるわけですねで、えー、まあ反死部分に関しては、まあ、ちょっと条文のテキストに譲るけれども条文のテキストで言うと72ページになるわけです72ページですで、まあ、せっかくだからここまで話したのでやっちゃうけれども72ページのところを行くとねで、えー、72ページの一番下のところに判例で長良川臨時殺人報道訴訟というのがあっていて まず、えー、丸一番というところのアンダーラインを見るとで X の名誉を既存する情報から X のプライバシーに属する情報ちょっとねここをそれぞれに分かりやすくするためにその名誉のところに1と入れてプライバシーのところに2というふうに入れときましょうで分けて、えー、結局判断していくからでそれから、えー、次の2番が、えー、先ほど語学テキストに載っていた争点結論に関係するところだけどもスイッチ報道の話 少年法61条に違反する推知報道かどうかはその記事等により不特定多数の一般人がそのものを当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきですよということねで、まあ、ちなみに今回はそういうものじゃないですという判断をその先読んでいくとわかるわけですで、えー、次にいい丸三番ですねで、えー、丸三番 で丸三番の内容がその名誉毀損にあたるかプライバシー侵害にあたるかっていうのを判断していくんだけどもさっきから言ってる通りここは分けて論じるつまり73ページのちょっとアンダーラインを見ていくとね1行目すなわちこの「すなわち」このすなわちってところに「一って入れましょう「一ってのは名誉毀損の話ねで名誉毀損についてはその行為が公共の利害に関する事実にかかり その目的がもっぱら公益を図るものである場合において適時された事実がその重要な部分において真実であることの証明がある時また真実であることの証明がなくても行為者がそれを真実で、えー、と信ずるについて相当の理由がある時に不法行為は成立しないというふうに言うとで、まあ、この判例のフレーズは、まあ、今名誉毀損の話をここで深入りしたくないので。 今回は特段解説はしないでおきます。で、ただ、21条の名誉毀損とかを勉強したときには、改めてもう一回見ていくので、まあ、その時に、ああ、まあ本当によく使うフレーズなんだなっていうのはわかると思います。で、またっていうことで、またのところにここに丸にと言いましょうかね、丸に。プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益と、これを公表する理由とを比較考慮し、 前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するつまりプライバシー侵害に当たるかどうかっていうのは結局比較考慮するんだと一つは何かっていったらいわそのプライバシーを侵害されたっていう人にとってのまあいわば利益でもう一つは逆にまあ出版社とか表現をする側の,まあその利益ねえそれを比較考慮してえまあ プライバシー侵害を受けたと主張する人の利益の方が優越すると勝るんであれば、まあ、それは不法行為にあたりますよというふうに言っていくということです。ということでそういう判断をしていくということになるわけです。でちなみにこの丸2番のプライバシー侵害に対するプライバシー侵害と言えるかどうかに対するこの比較考慮で決めるんだっていうやり方っていうのも。 何もこの長々次元報道で初めて言ったんではなくて、この比較考慮っていうやり方っていうものは、実はそれより以前のところで、まあ判例がプライバシー侵害をこうやるんですよって決めてるところなのね。で、まあこれまた、ね、プライバシー侵害として、まあ語学テキストとかで21条の時に表現の順の時に勉強していくけども、 一応一旦このまま「情報のテキスト」の31ページに戻ってねさっきから31ページよく見てると思うんで31ページに戻って31ページの一番上に「ノンフィクション逆転事件」っていうのがあってますねこの平成6年の「ノンフィクション逆転事件」実はこの時にこの比較して決めるんだっていうふうに言っただからこの「ノンフィクション逆転事件」またいずれもう一回見るけれどもアンダーライン見ると 前等に関わる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には公表されない法的利益が優越するとされる場合にはその公表によってこうもった精神ディクスの賠償を求めることができるつまり不法行為として慰謝料の請求ができるという話をしているわけですただもまさにこの逆転事件の,その規範を長良川のプライバシー侵害の部分では同様に使っていったということになるわけですね。 さあというわけでまあ今ジョ文のテキストの方では21条で見た通りであって、まあ、ここら辺の話っていうのは、まあ、今のこの新しい人権でプライバシーとはっていうものを超えたところの、まあ、ちょっと21条表現の自由の方で、まあ、むしろねよく扱うテーマではあるんだけどもね、まあ、どうしても関連しますんでちょっと少しだけ踏み込んでみたということになります。また21条を勉強するときに もう一回改めてここら辺の勉強をしていきたいというふうに思います。さあというわけでまあとりあえず一旦話は元に戻して今新しい人権一つ目としてプライバシー権というものでこのプライバシー権というのはまあ情報コントロールという意味合いがあるということだけどもやっぱりこれは判例も最高裁もまあ憲法13条によって保障する人権ですよという判断をしているということになるわけですね。で それでは、ということで、61ページ、語学テキストを戻りますね。語学テキストを戻って、61ページですね。続いて四角4番です。プライバシー権以外の新しい人権ということって、他にどんなものが13条として、人権として最高裁が保障していっただろうかって話をしていきましょうね。で、まず四角4番の最初の一文は、あの、これは別に最高裁がというわけじゃなくて、 まあこういうのは新しい人権って言えるんじゃないのっていう話がいろいろ書かれてるわけですプライバシー権以外にも肖像権とか名誉権とか環境権日照権権権限権アクセス権等が新しい人権として主張されるということですアクセス権というのはまた21条勉強するときにお話をします反論権みたいなものなんだけどねでもちろんこれ全部が全部最高裁が認めてるわけじゃなくて最高裁が認めてるのはまあ基本的に最初に挙げている2つ。 まあ、この肖像権や名誉権というふうに考えていけばいいかな。最高裁は、これらに関しては、まあ、人権として認めているという理解でいいかと思います。まあ、さっき名誉毀損の話はでしたか。名誉権は、まあ、やっぱり保障されるんだろうなというところは想像できたと思うけどね。肖像権とか名誉権って、個別の条文に書かれていないです。もちろん、さっき勉強してきたプライバシー権というのも、個別の条文に書かれていない。ですが、まあ、ただ、十三条によって保障されるという理解はされていくと、まあ、そういう理解をしておいていいかと思います。 で、まず一つ目の判例ですけれども、一つ目の判例、またこれもね、ちょっと古い判例ではあるんだけれども、有名な判例だからちょっと見なきゃねえと。で、えそれが何かということですけれども、ね、この京都不学連事件というふうに言われるものですね。さあ、というわけでこれについての話をしていきましょうね。で、えまずこれ何ですかということなんだけれども、まあ、あの、上の肖像権というものが、 ま、問題になっているような事案ということになります。あの、判例は最高裁は肖像権とは表現しないんだけどね。まあ、ただ肖像権という理解でいいかなというふうには思います。えー、事案です。え、デモ行進が違法な状態で行われたため、警察官が捜査活動の一環として犯罪の証拠とするために、この違法な行為の状況を写真撮影したと。ね、違法なデモ行進を写真で撮影したら、えー、これに抗議した。 えー、人が警察官に暴行を加えたってことで、まあ、その抗議した人の、ね、学生が起訴されたということですさあ争点結論をマークしましたね乱にその要望主体を撮影されれれないい自由は憲憲法法上保保障障さささるるか条ででととうことですさっきも言った通り肖像権という言葉は使ってないで「乱だりにその要望主体を撮影されない自由というふうに言うんだけどもまあまあ肖像権とほぼほぼ置き換えていいんじゃないかなと思いますが。 これ一応憲法13条で保障されるというふうに言ったということになりますさあでは藩紙見てみましょうね藩紙は条文のテキストで変わらず見ていきたい条文テキストの33ページのところですねで33ページ条文のテキストを見ていきますと条文の33ページのだいたい真ん中あたりだねここに京都府学連事件というふうに挙がってますね さあではこれをちょっと見ていきたいというふうに思いますがまず一つ目個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりにその要望したい以下要望等というを撮影されない自由を有するとまず言いますねさっきも言ったけどもよく13条によって保障されるって話をするときにはこの個人の私生活上の自由の一つとしてよく使うよって言ったよねこれも言ってるわけですね で一応最高裁はまあ細かいようだけど次のように言うと次のアンダラインこれをまあ肖像権と称するかどうかは別としてだからまあ称するとも言わないけど称しないとも言わないので、まあ、一応別としてって別問題っていう感じにしてで、えー、次のアンダーライン警察官が正当な理由もないのに個人の要望とを撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されないというふうに言いますというわけでま,あまずこれはやはり13条によって保障されますというふうに言います まあただあの正当な理由もないのにというふうに聞かれているとおりであってね前回勉強したけども人間として保障されるといっても絶対無制約なものじゃないですからねやっぱり公共の福祉の名のもとにおける制約っていうのは受けるんで次のアンダーラインですねもっともっていうことで公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受け警察官が犯罪捜査の必要上写真を必要と撮影する上ごさえ撮影する際 その対象の中に犯人のみならずやっぱさデモ行進だからね犯人だけじゃなくて周りの人がだってり込んじゃうことはあるよねと第三者である個人の要望とか含まれてもこれが許容される場合があり得ると場合があり得るだからいつもじゃないけどもそういう場合もあるでしょうってことですで具体的にはっていうと次のアンダーラインで一応3つ要件が書かれているわけね 現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合であって、これが一つ目の要件ね。で、えー、次が二つ目。しかも証拠保全の必要性及び緊急性があると。だからまあそこを抑えないとさ、あの証拠としては残らないね。で、その後三つ目。かつ、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法を持って行われると。だ一応この三つの要件をクリアすれば、まあそれは、 えー、13条に違反するものではないですよという判断はしていったということになります。さあというわけで、まあ、結論から言うと、まあ、適法ですよと、えー、適法っていうのはねあの写真撮影は適法ですという判断をしていったということになります。さあというわけでまず1つ目、まあ、肖像権と称するかどうかは別としてとは言われたものを、まあ、まあ肖像権という感じで考えておいていいよと。 さあ、では続いていきましょうね。一旦語学テキストを戻りまして、62ページで下に判例が上がっていて、自動速度監視装置による写真撮影の合憲性ということで、まあ、あの、車運転する人はいわゆるオービスですね。これはオービスです。で、これどうでしょうかと言ったら、 どううでしょうかっていうふうに言われてもしねこれもねさっきの,その重機ネットとかマイナンバーと同じだけども違憲だったらそりゃ今オービス使わねえべって話になるわけだねだからまあそれは合憲性って言ったけど合憲だよねっていうことになりますでやっぱりそれはまあ合憲ですよというふうに結論は想像できるかなというふうに思います一応判事事項としてね自動速度監視装置による速度違反車両運転者 および同乗者どうしてもほら助手席に乗ってる人は写っちゃうからねの要望の写真撮影の合憲性ですけどもまあこれはまあ今言ったとおりもうそれはこれ合憲だろうって想像できればそれで十分だよなというふうに思いますまあ一応条文のテキストでチェックをしておくと条文のテキストで言うと34ページで条文の34ページのところに行くとね一番上の判例まあ事件名は道路交通法違反事件って書いてあるけども アンダーラインね速度違反車両の自動撮影を行う本県自動速度監視装置による運転者の要望の写真撮影は次のアンダーラインね憲法13条に反せずまた次のアンダーライン同乗者の要望を撮影することになっても同じく憲法13条やあるいは21条とかにも違反しませんよというふうに言ったということですね。 さあ、というわけでね、ここまでにしておきますね。まあ、運転者はもちろん、同乗者が入ってても、これしょうがないという判断をするということです。さあ、それから、続いていきたいと思いますが、続いてが、うんと、語学的質問で六十三ページねでね。で、63ページで、これは名誉権です。名誉権が問題になりました。で、名誉権としては、判例としては、この北方ジャーナル事件。 でこの判例はまた条表現の重要な21条の絡みではめちゃくちゃ重要な判例になるんですが、まあ、今回はその21条のところまで踏み込んじゃうとまたすごい時間を使うからとりあえずあの将来の前提として、まあ、そもそも名誉権って保障されますかっていう話までに今回はとどめておきます。 北方ジャーナルはまた将来、えー、実際どうだったのかっていう話をちゃんと勉強していきますねただまあせっかくだから事案は書いてあるから事案読んでみましょうかね非上国人 Y は旭川市長を務めた後北海道知事選挙に立候補したが落選し再び知事選挙に立候補する予定であったとだから公職の候補者なんだよねで上国人 X 北方ジャーナルは、まあ、この Y のことを 利権あサリが巧みで特定の業者と癒着して私腹を肥やし汚職を蔓延せしめているなどの表現を用い Y が知事事候補者とととしして不適格であるる論じる記事の掲載を予定したと Y がこのような記事によって名誉権自分の名誉権が侵害されるとしてこの雑誌の印刷販売などを禁止するように札幌地方裁判所に申請したところ出版の差し止めを求めたわけね仮処分ね。 同地裁は即立仮処分の決定を行いこれを執行したと。ってことは出,出せないじゃないということでそこで X は Y の仮処分申請裁判所の仮処分決定執行により損害を受けたとして Y 及び国に対し不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起したと。第1審控訴審とも X の主張を退けたので X が上告した。で争点結論をマークしましょう。名誉権は憲法上保障されるか 結論は保障されるという判断をしましたということですで、ちょっとこれはね、このままテキストでやっちゃいますかねまず名誉権が保障されるまあ憲法十三条ねで保障されるということでいいんだけども反子ですが人の品性特効名誉信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉これ名誉はこういうふうに定義されるのね人格的価値について社会から受ける客観的評価 である名誉を違法に侵害された者は損害賠償民法710条または名誉回復のための処分同法723条を求めることができるほかこの続きちょっと待ってみましょうか人格権としての名誉権に基づき民法上の権利としても保障されるものだけども人格権としての名誉権に基づきこれは憲法13条の話ね。加害者に対し 現に行われているここをマークしましょう侵害行為を排除し一つは現在進行形の侵害行為を排除しまたは将来生ずべき侵害を予防するためこの続きをマークしましょうかね侵害行為の差し止めを求めることができるとこういうふうに言いましただまあこの名誉権というものは保障されますよということを言いますできるものと解するのが相当であると。けけだだししという言葉はまあ古い判例だと時々使うんだけど あの意味としてはいくつかの意味があるんだけどもあのここでの使い方、まあ、一番有名なのはこの使い方なんだけど「けだし」というのはい、まあ、わば理由としての「なぜならば」というふうにお控えて構わない「なぜならば」ね。で、えー、名誉は生命身体とともに極めて重大な保護法域であり、えー、人格権としての名誉権は、えー、物件の場合と同様に配達性を有する権利というべきだからであるということです。 さあというわけでね、えー、まあ名誉っていうのは生命身体とともに極めて重大な方法益でありと、ね、こういう判断をしていくということになります。さあ、えー、そしてということですね続いていきたいのが四角五番でこの自己決定というふうに言われるものについての話をしていきたいと思いますがちょっと、えー、ここからね一旦モニターを見てくれればなというふうに思います。 プライバシーというものに関して、えー、まあ今日勉強をね新しい人権の1個目としてしてきたんだけども、えー、このプライバシー権の歴史としてもともと出発点はこれあくまでも不法行為法上の権利でしたと、ね、私生活への介入を排除する不法行為法上の権利でしたとただこれはやっぱり民法上の権利にとどまるもんじゃなくてもっと上のレベルでしょってことで憲法上の権利として理解されるに至るわけですね。 で、その憲法上の権利として理解されたプライバシーっていうものが、まず一つは広がりを見せて、その私生活への介入を排除するというよりかは、もうその私生活の領域で自分のことは自分で決められるという意味を一つ持つようになるわけです。で、このような形で、まあ私生活領域における個人の自己決定権というものが、 まあ広がりとしてそういった権利が保障されるでしょうという理解がされる一方で先ほど勉強してきたとおりにいやあの単純なその私生活への介入を排除するだけではなくて自分の情報を自分でコントロールできるんだというその情報プライバシーというものが追加されていくことになるわけですね。でその上で、まあ、日本の,あの、まあ、この憲法の学問の世界ではこの左右を。 それぞれぞ別のものもとししてて理解してまず左の情報プライバシー権が追加されたものがまあいわゆるプライバシー権であるという理解をすると。でまた一方で右のその私生活領域における個人の自己決定権に関してはプライバシーとはまた別のという理解でここを自己決定権というふうに理解していくということになるわけです。というわけでまあここからま,あまさにこのスライドに挙げている その私生活領域における個人の自己決定権であるその自己決定権というものについて勉強していきたいと思いますがちょっと時間になりましたので一旦た10回目に関してはねこの自己決定権の具体的な判例を見る前のところでねこの63ページのところで10回目はおしまいにしておきたいというふうに思います。では10回目一旦ここまでにします。